前回のあらすじ。前回のあらすじ。大丈夫？違和感って感じで、ちょ、あぶ、こっち行くじゃん。で、ここ、よいしょ、早く行き過ぎた。あったかどうか多分ありそう。で、危なかった。ふっ。というわけで前回はそんな感じでしたというわけで、で、今回はパックンと骨コースター、ついにコースターですらパックンに規制されるようになりましたね。もうコースターにすらパックンに占拠されてますね。まあ問題ないでしょう。というわけで今回ロック山脈やっていくわけですが、これは、ブロックもブロックも移動するタイプなの？ちょっと待って、ブロック待って。あれは取り逃しましたね。まあ、いっか、とりあえず、金、危なかった。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、追いついてくんのお前。どういう状況なの？あいつ待って、ちょ、待って、あの1枚目どうすりゃいいの？ちょっと、いや、もう、何、バックに囲まれたし、バックに囲まれたし、もう、パップンつっちゃったわ。あ、ちょ、待って、あいつ、来たー追いついてくんだね。ならいいわ。おぶねえ、怖い。で、このパックンどうしよう。このパックン、あぶねえ。おい。てか、2枚目どこ？ちょ、待って、どこに2枚目があるのかわかんねえし。これジャンプ？オッケー。あ、ジャンプ。あ、からジャンプ。ここ、シーカス。思っていた以上にやばいコースかもね、みんな。思っていた以上にやばいコースだね、ここ。ちょっと思っていた以上にやばいね。で、パックが結構来ることが多いんで、そこ、注意。で、ここ、ほいっと行って。あれ、取れるかな？オッケー。で、P スイッチ先輩が来た。で、押しとく。オッケー。で、P スイッチ先輩を押すことによって、あ、これ、タコに2枚目あった。マジか、あそこにあったのか。じゃあ、あれ3枚目か。あれ3枚目だね。オッケー。危ねえ。オッケー。で、これ上がってくる。オッケー、危ねえ。一応ジャンプして避けて。でだよ、こいつだ。俺を囲む30時、囲む20時ね。オッケー。でもさっきのが3枚目って分かってりゃもう何も怖いものはないわ。で、ファイヤー入ってくるけど、こいつらのファイヤーめったに当たんない。危ねえ。でもあいつら下から飛び出てくるあいつらに当たりそうで怖いんで一回ジャンプしといて、で、次の小刻みジャンプのとこ、3個目は大じゃんでいい。3個目は大じゃん。オッケー、1、2で、3、はい、オッケー。オッケー。危ねえ。ちょっちーなんつうことなんてことしてくれさらのジャンプで、3個目で大ジャンプ。危ねえ。感性がすごい。んじゃ。あそこそうだ、毒沼あった。で、1枚目取れた。で、これ P スイッチ押しとかないと、間ね、多分2枚目が取れねえんじゃねえかな。2枚目がそうだね、ここに囲まれてたもんね。で、取れない。で、飛び越えの、そうだ、ちょっとね、このコースターが思った以上に、感性というか、そういうのが働いてるのがわからないんだけど、とりあえず、まあ、働いてるんでしょうねって感じがする。で、これ、ジャンプ、オッケー。一緒に移動すること大事だね、コースターと。コースターと同じような移動をすることが大事だと私は思いました。さあ、というわけで、パックンどもが入ってきますが、で、一応ここでジャンプ。オッケー。スピードがついたときやばいからね。そこ注意していきましょう。で、3枚目なんだっけ？ 3 枚目どういう感じだっけ？あ、ここがあいつ、この長ジャンゾーンが。長ジャン、オッケー。長ジャンからの大ジャンプ。オッケー。完璧ですね。で、この後、ここら辺でジャンプ。オッケー。おー、一瞬下がったから、バカ野郎かと思ったぜ。危なかったぜ。オッケー。まあ、3度目の正直でしたね。4度目の正直かな。まあ、いいか。とりあえずクリアできればいいのよ。疲れたぜ。さすがに6面難易度が上がってきておりますね。で、KK の砦に繋がったが、まあ、あれは無視でござんす。先にこっちの下を片付けていきましょうが。こっちってキラーステージだったっけ？ガボンだっけ？ガボンの見張り台。もう嫌な予感しかしねえな。お口唇モンダミンがいるからな。ガボンの見張り台ですか。で、見張りは今のとこいねえが。いるじゃねえかーい。ちょっと待って、これどうしよう。一回ちょっとこっち行って、あいつが投げた瞬間に、こっち行って、の、ちょっと待って、違うんだよね、やりたいことと。やりたいことちょっと違った。オッケーでこっち行って、割とゴリ押して取ったけど、まあ、あそこでキノコ補充できるんでいいでしょう。オッケー。まあ、結果オーライみんな。これ結果オーライっていう単語だから覚えて書いてください。これ上とかには何もない。ね。で、こっち置けての、で、こっちキーの、本当に見張りだな、ガボンの。本当ガボンだらけって感じだ。で、あのガボンがいるとこ、見ました、渡りました、わかりましたよ。で、こっち行っての、普通にオリのここヒップドロップでいけんだろ。で、ここ多分、スターコインある。ほれ見たことが、ほれ。だいぶ私も実力ついてきました。あれあ、びっくりした。あれ上に行ったらもう二度と帰ってこない系やつかと思った。怖いね。で、こっち行って。あ、でもルイージのジャンプで届かねえか。あそこ届きそうだと思ったんだが。まあ、いっか。とりあえずこれでこっち行って、これ回収しとこっか。危ね。で、オッケー。で、ガボンのやつ同士でぶつかって、いや、ギリ届かねえし。くそ。危ねえ。ケー、意外と厄介だなあいつら。オッケーでこっち行って残り39秒、まあ残り39秒ですが問題ないかな。で意外とガボンがいるな、意外とガボンがいる。オッケーオッケーオッケー。さあ見張り台という割には全然見張り要素ないが、あのガボンあそこか、あそこか3枚目。オッケーだとこっち行ってオッケーでこれやって潰したかったけど、まあいいか、かまん余裕はねえ。じゃあゴールしちゃいましょう。割と余裕だったね、隠しゴールもないしね。でガボンが最後に待ち構えておりますが、なんだ仲良くシーソーやってる気分。まあいいか。この野郎お前とは仲良くできねえわ。今のは俺が明らかにタイミングミスったね。ワンアップ取りたいという欲が出てしまった。82残機もあんのにね。欲張ったね。で、ルート開いて赤スイッチオープンで、久々のあの、青ヨッシーですね。青ヨッシーついてた方がいいんだっけ？まあ、とりあえずここの、連結、光る足場やっていきましょう。連結？そんな連結って言われてもね。で、連結してんの？バブル弾けてんじゃん。あいついんのか。で、連結ね。強制少なの引いてる。ちょ、待って、置いていかないでよ。右側調べたかったのにさ。なるほどね。この光る足場に乗った瞬間起動すんのね。大丈夫。ここにスターコインとか隠しルイージでした。いくそ。ここに気を取られたせいでな。上に行こうと思ったらあれだったんだよな。間に合わなかったね。で、これはノコノコ先輩いるけど、こいつは連れてった方が良さげだな。オッケー。マジか。あっちに、これ届けの、ほっと言って、で、これ P スイッチはオンにした方がいいのか？一応オンにしたけど、うわー、かわいそう。ノコノコはノコノコを殺す人生。そんな時代に生まれた俺たちポイズンって感じ。で、別に特に何もない感じ？ちょっと待って、ここにいたら死ぬな。危ね。で、うおー、来んな、ボケ。ちょっと待って、こっち行かないと。ダメだ、オッケー。で、こっち行って。まあ上にいたが、まあいいだろう。キノコ星。キノコ星。星のカービィ、オッケー、危なかった。星の弦、危なかったぜ。で、ここはすごいパックンがいるな。明るく照らしてくるのはありがたいが、ちょっと、死んでくんないかな。ちょっと、鼻かい、ちょっと待って。やばい、くしゃみが出そう。ちょっち、待ってね。ちょっち待ってね。あそこ下の声あんね。ちょっとどうしよう。これ、コーラ、オッケーオッケー。なんかくしゃみが、危なかったわ。くしゃみが出そうだった。で、ゴールですね。もうゴールしましょう、ゴールしましょう。やばい、くしゃみ出そうでも。やばい、ゴールイン。完璧。いや、すまねえみんな。すっごいくしゃみが出た、あの後。そのせいしかもね、ちょうど俺の部屋に今ティッシュがなくて一回ね、ちょっとあれだったわ。ティッシュ、ちょっと補充しに行ってたりしたから、あれだったね。すっごい、くしゃみがもう、止まんなくて、くしゃみしながらティッシュ取りに行ったからね。マジでやばかった。はぁ、疲れた。くしゃみの思った以上に体力持ってかれた。というわけで、ここクリアしたんだよね。ここはスターコイン全部回収したよね。あれどうだったっけ？あ、そうだね、回収できたね。なんかくしゃみでそう我慢してる時の方がプレイ上手かったね。で、青吉を拉致しまして、で、このまま上行きましょうが。はい、お邪魔。で、回るリフトとテクテクパックン。あれだっけ？ここが隠しゴールだっけ？それ、ここに隠しゴールあったはずだね。回るリフトとテクテクパコン。まあ、テクテクパコンか。前はあれだったよね、ここ。あれだったよね。そうだ、あれだね。あれですよ、あれ。この野郎。食す。オッケー。オッケー、食しましたね。で、こっち行って、テクテクパックンがいるわけね、このステージは。オッケー。の、他にアイテムとかない。この空間なんかとあると思ったが、スターコインさすがにねえか。まあ、で、こっち行って、あれ、パックンいなくなってる。あそこ、あいつ泡になったんだっけ？オッケー、オッケー、オッケー。危ねえ。おいおいあわわわわわ。オッケー。これ、フリフリシェイクよ、オッケー。で、こっち行って、で、すごいこっち行って、ここもあれから屋根の上とかにいっぱいあるのが、ここの絶対下スターコインあると見た。ここ絶対ある。これね、今までの経験活かします。あ、で、ここ隠しルイージゾーンですね。見えます？わかる？ちょうどこの壁の空いてる部分をよーく見るとルイージでございます。いいですね。で、お、すげえコインがある。オッケー、もらっとこう。で、こっち。ロケット、おー、ことのもいて、バワヨッシーに頼ったら攻略をしようと思った俺のね、俺が許せなかったね、やっぱ。俺が許せないからゆえに死んだね、今。で、こっち行って、ほい投げといて、お前が取るんかい。お前が取るのは知らなかったい。オッケーで、こっち行って、やっぱ泡に頼るとヌルゲート化しちゃうじゃん、何事もヌルゲート化すからね。だから、こういう時はちょっとね、自分に厳しくいきましょう。オッケーで、これ投げて、あいつ倒していての、で、この辺で、まあ、回収はしたかったけど、まあ、いいでしょう。ゲットはできたんで。一緒に行けばよかったね。で、ここ隠しルイージいます。で、ここデカパックいたんだ。泡で死んだのか。泡強すぎねえな、としたら。次回作も泡はあれあるからね。泡の強化形態。泡強化形態あるからね。それがやばそうだね。で、こっち行って、重たいじゃない？あいつ飛ぶな。で、おー、結構無理、おー、謎に経由してるテクテクパックいんな。で、こっち行って、はぁ、ちょっと待って、これはちょっと3枚目無理じゃね？ 3 枚目無理じゃね？ちょっと、俺の考えが甘かったわ。甘かったな、フリーザだけじゃなかったわ。で、こっち行って、あ、待って、こいつ使えば。あそこいけんじゃね？ほっ！おぶね、ファイヤー出しやがった、あいつに。あいつ最後にファイヤー出しやがった。起死回生のファイヤーやめろ。危なかったわ。で、こっちで。いや、のこのこ復活してるとは思わなかったね、みんな。純粋に今だったら下手だと罵ってくれて構わない。お前雑魚やなーって言ってくれても構わん。平泉聖ボイスで言ってくれても構わんよ、正直。オッケー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 。正直ね、俺はムササビを無駄にしたからね。なんなら結構無駄にしてたからね。で、結構のこのこ使うことを大事にした方がいいステージだと私は思いましたので。そうだね、こっちから投げた方がいいか。こっちから一緒に投げて、一緒に行って、はい、ゲッティーノ。これが正解だね。オッケーオッケーオッケー。ルイージマジジャンプ力あるから壁ジャンもちょっと怖いんだよな。オッケー。で、ここでムササビ出たよね、さっき。アイスも出んの？アイスも出るんだ。アイスも出んの？あいつ氷付けしてなんか倒せねえかな。ははははは、無理か。さすがに無理か。あいつ倒せねえか。あー、無理だね。あいつは倒せねえ系男子だわ。だったらやむを得ないムササビで行くか。下から行った方がなんか正解法っぽくない？これ。さっき俺上から行ったけど。そうだよね。これ下から行った方が。いやね、言い訳聞いてほしい、今のは。あ、俺ね、俺スピンしようと思ったのよ。そう、スピンしようと思ったのね、避けようとして。いつもの癖でちょっとジャンプ勢い足りるかなと思ってね。それであれなのよ。そう。スピンじゃなくてムササビだっていうことを忘れてて、ね、普通に純粋にピョイーンって言っちゃったよね。今のは俺を罵ってくれて構わんよ。オッケー、今のは正直しょうがない。今のは、どうしようかな。ノコノコいなくなっちゃった。まあ、ノコノコ死んだけども、復活すると思うんで、一回あっち側戻りましょうが。オッケーオッケーオッケー。で、ゲットできたんで、おい、くるりんって戻って、オッケー。で、さっきここで死んだけど、もうゴール間近なんで、はい、と言って、くーと言って、くるりん、くるりんってすることによって到着と。オッケーオッケー。残り7秒だった。いやー、まったく、くしゃみのせいだわ、これ。くしゃみである程度集中力持ってかえたわ。いや、ごめんなさい、俺の実力です。待てよ、みんな。そうだ、ここ隠しゴールあるよな。どこだ？待てよ、ここ隠しゴールあんだよな、そういえば。隠しゴールどこでしょうね、ここ。のこのこ持っていくとかなのかな？なんかのこのこ結構いるから使えそうじゃない？この感じ。そのこっちとか。ああ、意味ないか。普通に壁か。なんか普通に反射してさ、ブロックでできてました、みたいな騙しとかあっても、おかしくなさそうだったけど、そういうのはないのね。で、ここか。こいつのノコノコ持ってって、あのデカパックに当てるとか。ほら、なんかすげえ上がるリフトあったじゃん。ここは避けれるじゃん。こいつに当てるとか。これで当てるじゃん。あの上に実はさ、ムササビで上行くとさ、隠しゴールに繋がるとかありそうじゃない？ないかな？一回ちょっとこれに乗ってみよっか。明らかに上に続きすぎだもんね。で、これで、はっ！お！正解か、これ！ジャストミートちょうど肉ってこと？つまり。そういうこと。お前こっち側に渡ってくるんだ。まあ、いっか。無視しましょう。オッケー。で、くるり。オッケー。ゴールインね。さあ、というわけで、無事クリア。オッケー。で、隠しゴールクリアしたので、これ隠しルートオープンして、あれだね。次のあれ、城に行くための、城の多分スターコイン3枚目とんのに使うと思われる。ルートが開かれましたね。どうしよっかな。ちょっと今回はもう一ステージぐらいやります？せっかくだし。この砦ぐらいまでやろっか。巻いてかわして KK の砦でやっていきましょう。こいつは正直前、はめ技で倒したからな、ボスのやつ。ボス KK だっけ？あいつはそうだったからね。で、ここは KK いますね。まあ、KK はいるのはもうどうでもいいとして普通に倒せるんで、ここに普通に構ってる暇あんまりないかな。なさそうだね。懐かしいね、ここ。正直ここのステージは俺ある意味トラウマ。なぜかって、ちょっと待って、あれリフトについてね。リフトにあれがついてない。どういうこと？リフトについてんの？あ、違う、そういうタイプ。これは、こういうこと？オッケーオッケー。だいぶ俺あれだね。今ヒップキャンセルでもよかったかもしんない。オッケーで、これこうしての邪魔。で、ちょっとタイミング見つつじゃないと厳しいな。ここら辺か？で、ここら辺行っての、危ねえな、お前。何乗車してんだ。おー、カロンガード、おー、カロン弁当。オッケー。近くにいたお前が悪いって感じ。で、これこっち行って、スターコイン2枚目ないな。ふっ、はっ。って避けました。この野郎、この野郎、許せねえな、あいつ。で、こっち行って。おい。オッケー。で、やっぱあいつが持ってたね。あいつが持ってた。2枚目でござんす。上に何かいる。上に何かいるぞ。今上に何かいた。危ねえ。で、ファイヤー。無限増殖やめろ。オッケー。で、こっち行って。危ねえ。ガード弁当。近くにいたお前が悪い。オッケー。オッケーオッケーオッケー。各種類以上見つけたぜ。完璧ですぜ。完璧ですぜ、旦那。さあ、というわけで、もうブンブンじゃないので、カットせずに戦っていきましょうか。何気に経験数少ないからね。ボス KK。ボス KK 戦うの2回目だからね、これで。ちょっとモーション覚えたいよね。真ん中で最初あれ電気出していくんだったっけ？で、右側に行くと確かはめ殺しできんだよな、こいつ。謎の知識がいちゃってるけど、そう、ここにいるとね。そうで、真ん中に行くと多分電気バショーンでしょ？はい、こっち行って、こっち倒しての、で、こっち行っての、で、ここで倒しの、オッケーしての、からの起き上がりの、ダメか。起き上がれるんだね。おー、ちょっと待って。危ねえな。オッケーからの、こっちっての、オッケーオッケー。多分外側に出せれば、こいつをはめ殺しできるんだろうねって感じがする。オッケーオッケーオッケー。で、ここら辺で、クソ叩けねえか。やる。おー、やるね。ほい、オッケーからの、そう、この状態になるとはめ殺しできるんだよね。オッケーオッケー、まあ、さようなら。耐えるね。ほっ、させるか。やるね。ブブブブブブブ。ブブブブブブブ。オッケーからのこっち行って。ほい、オッケーからの、今度こそ終わりだ。死ねえ。オッケー。音符ブロックなのに跳ねないルイージ。完璧だぜ。というわけで、これでこのステージは完全攻略なので、じゃあ次回6面完全攻略といきましょうか。ややこしいな。ほらんで、ここのルート開いて、横になんか繋がるルートとかもいろいろ開きましたと。まあ、次回はこの先のルートを攻略していきますかね。いや、ごめん、今回ちょっとくしゃみのせいでいろいろテンパったりしたり、なんかすごいボンミスをしたりで、まあ、ボンミスはいつものことだけど、くしゃみというハプニングが見舞われたせいで、ちょっとテンポが悪かった、俺の方は。まあ、見てるみんなは多分カットされてるね、問題はないでしょう。それじゃあ、次回、6面全部攻略します。バイ。